はいどうもキックです。今回はヒーローダンジョン対象モンスターである風暗殺者ターニャを使ってギルバとやっていきたいと思います。ターニャといえばなんですけども、特徴的なのは、バフのいらないアタッカーっていうことですね。サポートのバフがいらないっていうことで、その枠を一体まあ違うアタッカーなりに使えるっていうのが、まあ、利点かなという印象ですね。で、まあ、スキル3で、効果力で1体ないし2体持っていけるっていうのが魅力的ということで、まあ、ターニャと、縦割りもちろんアタッカーを同時起用して、2体持っていければなみたいな感じでやっていきたいと思います。ガレオン基本的にワンパン系のアタッカーってガレオンと使うんですけど、ガレオンってダメージ与えられないじゃないですか。そのガレオン枠を、ダメージ与えられるアタッカー と入れ替えて使うことによって、火力の補いまたは残った相手の処理をスムーズにみたいなのをコンセプトにちょっと使っていきたいなと思います。でマルーンは激怒で組んでまいりました。でね、ターニャのねウィークポイントはね、覚醒で抵抗が上がるってとこなんですよね。こいつもう体力9390っていうのを見たら分かるようにペラペラなんですよ。まあ、防御は割と高いんですけどペラペラなんで、正直抵抗上がってくれても何の嬉しいこともないんですよね。スキルももう完全に攻撃寄りの、攻撃寄りっていうか攻撃特化のスキルなんで、早くクリ率に変えてください効果抵抗から、クリ率に変えてください。で率はね、この起点利きがクリティカル 30% 上げてくれるんで70あれば大丈夫です。それ以上上げる必要はございませんということで、これで使っていきたいなと思います。今回はねティアナと組み合わせて使っていきたいと思います。まあ、上取って、上から殴っていくってことですね。はい、それでは早速やっていきましょう。はい、というわけでまずはこちら攻めていきたいと思います。ウシに先手取られると思うんですけど、いい感じのところでティアナが割り込んで、今回縦割り枠のアタッカーをベスチョイスしてみました。まあ、全体縦割りがあるアタッカーってことで、とりあえずベスで今回は行こうと思います。で、まあ、ベスで縦割り入れたところにターニャで追撃倒していくっていう流れになります。下は、まあ、このままでいいかな。ということで、早速ターニャ使っていきましょう。あ、上取ったね。つながるかは、ちょっと計算してないけど、行こう。縦割りをしっかり決めていく。どうしようかな。とりあえず、シルビアが安牌かな。シルビア行っておきましょうか。影の襲撃どのぐらいの火力が出るか。4万だね。で追撃、おレオナ行った、ラッキー。30分。まあ、レオナは防御高いキャラなんですけど、ワンパンできましたね。うん、悪くないんじゃないですかね。はい、というわけで、まあこのパーティーはね瞬殺できるんで割といいと思います。こっちはまあメイク貼っとけば大丈夫かなみたいな感じです。いやターニャね、まあ、悪くないんじゃないですかね。まあ、使いどころがまあどうなるかな。今みたいなティアナで使うとか、まあ、後攻めなんかも一応ありっちゃありだなとは思います。はい、剥がせないパーティーにティアナはクロエとかで免疫張られないならそのまま倒せるんで、それもいいんじゃないかなとは思いますね。はい、無事勝利ということで次行きたいと思います。
次はこれいってみようと思います。セアラアイリスの防衛。ちょっとアイリス早くてティアナにスキル2から入られたらちょっと負けまで見えるんですけど、大丈夫かな。多分大丈夫。上はどうしよう、ルシェンでいいかな。はい、上は速度リーダーバステとルシェンでいきたいと思います。それではやっていきましょう。とりあえずあれですね、セアラに縦割り入ってます。やばい、割り込まれたやばい、ルシェンの速度遅くしたんだった。やばい、危ない。ちょっとルシェンの速度を少し遅くして火力に寄せたのを忘れていました。ギリギリセーブで、これは先手取りましたね。で、縦割りをセアラに入れてほしいけど、苦手属性だから入るとは限らない。あ、入りましたね。そしたらセアラ行きましょうか。うん、セアラ行っておきましょう。で、アイリスに行くのが理想ですね、追撃が。計45,000。うん、アイリス行った。57,000。いいね。ちょっと縦割り入る確率が、確率っていうか抵抗の可能性があるっていうのと、まあ、このアーク今ベスだからちょっと風属性には縦割り入りにくいっていうのがあるんですけど、まあ、他の縦割りキャラ全体縦割り、まあ、3属性いろいろいるんで、まあ、風ならなんだろう、風だとまあリテとかもいますし、まあ、エトナとかも一応縦割りでいけるな。火だとヘレナとかベレヌスとかいろいろいるんで、その辺と組み合わせて使ってもいいかもしれないですね。あと一戦これいってみようかな。水パンベレヌスですが、ウシなんでラスト1枠が、ちょっとこれでいきたいと思います。上はどうしようかな。前回やったエレノア攻めいきましょうか。マラッカエレノアスコグルっていう、前回動画上げてあげたんですけど、そこそこ安定感があると思うので、この攻めでいきたいと思います。はい、まずは効果を受けていきます。これは絶対耐えるんでね、結構火力あるな。ボール投げる、爆弾つける、つかなかった。スコに回す、ドン。ちょっとまずい、ギリギリ大丈夫でした。うん、思ったよりタブニスの火力があってちょっと危なかったですね。まず解除して縦割りを決める、OK、うん、どうしよう、破壊もしてるし水パンいけるかな水パンいけるかな。落ちなかった時が怖すぎるんで、ウシにしとこうかな。いや、でもタラニスって手もあるな。タラニスいきましょう。落ちろ。うん、3万、防御ぶりに対して3万なんで OK。 水パン戻せ。63,000。いいね。追撃、まあ、この処理も、あの、この落とした後の処理もアタッカー2枠だと、あの、蘇生とかされてもそれなりに対処できるっていうのがいいところだと思います。縦割り入んない。うん、
これは使っておきましょうか。まあ、スキル1も縦割りなんでね、こうやって処理も楽と。はい、というわけで参戦終了しました。今週末来るヒーローダンジョンの大将モンスターのターニャ使ってみたんですけども、そんなに悪くはないですね。まあ、ちょっと攻めれるところが限られてくるので、まあ、そんなに使われてないモンスターなんですけども、まあ、あと縦割りが抵抗されたらどうするんだとか、そういう問題があるんで、まあ、基本的にルシェンだとかコッパーだとか、そういう防御虫系のキャラが使われることが多いんですけども、まあ、気に入ったらぜひ使ってみてください。というわけで今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。とりあえず打ってこなかったね。まあ縦割りがスコグルには入らない気がするんで、ベスの縦割りなんで苦手属性、まあ入るかもしれないですけど、まあ入ったところに打っていきたいですね。これでまず削っていく。で、影の襲撃をベルベルクに決めましょう。どのぐらい出る？すいません、バフを打つの忘れました。バフ打つの忘れるやつおるん？ガバガバすぎない？バフ打つの忘れたんだが。